去年12月、岡崎市内の撮影現場に平泉成さんがやってきました。いや、始まりましたね。始まりました。どうしますか。もういい天気ですよ。この日は平泉さんの撮影初日。上島武二役、主演の平泉成さんです。よろしくお願いします。本当に今日の日は迎えられましたね。まあ、頑張っていい作品にしたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。映画明日を綴る写真館。錆びれた写真館を営む鮫島と若手カメラマン太一との交流を描く美しくて優しい感動作です。年齢も考え方も違う2人ですが、人々の抱える思い残しのために奔走し、やがて思いもよらない奇跡を起こします。被写体を撮ることだけが写真家の仕事じゃないだろ。よーい、はい。出身地岡崎市を中心に撮影が進められたこの作品、平泉さんにとって俳優人生60年にして初の主演映画です。まあ、僕らは脇役ばっかりやってきましたんでね、いつの間にか60年経ってしまいましてね、みんなスターというそこを目指してきてる時に、そこで生きるのが僕の生き方かなと思ってたんで、こんな日が来るとはね、夢にも思ってませんでしたからね。考えてみれば自分の出身地でそんなことができるなんて、まあ、幸せなことでしょうね。そしてもう一人、太一、五十嵐太一役、佐野雅也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストーリーの主軸を担う相手役の太一は、あなたが撮るんですか。期待の次世代俳優、佐野雅也さんが演じます。お願いします。帰りなさい。岡崎、印象いかがですか。めっちゃいいところですね。緑もあるし、岡崎城行きました。夜に撮影が終わってカメラ片手に岡崎城を撮影しに行きました。撮りに来るのは人生の大先輩平泉さんとの共演については、明日の朝一の宅配便で。何をのんきなことやってんだ。何ですか。名バイプレイヤーの平泉成さんのこの主演作、とんでもなく貴重なこの作品で僕もこういう形で関わることができて本当に幸せです。成さんが入られるだけでちょっと空気感がどしっと深みが出る感じで。鮫島の妻を演じるのは市毛良江さんです。お目にかかったら多分かれこれ50年近く前じゃないかと思うんですね。それぐらいから知ってて、いっぱいお仕事もしてるんですけど、あるところからは奥さんすごく多いんですよ。生さんってよく夫婦なのってうちのマネージャーに言ったら、それ日本語としておかしいですよねって言われて、あ、確かにね、役者しか言わないよねとか言って。また黒木ひとみさんも重要な役柄で登場します。生さんとも、もう何度もやらせていただいてますので、この話も伺いましたときに、あん、いいよって言って、もう何十年も前からご一緒させていただいてるんですけど、お変わりないですね。最初にお会いしたときから、すごくニュートラルでいらして、気さくですし、品があって。さらに作品には佐藤浩一さん、吉瀬美智子さん、高橋克典さんら豪華俳優陣が集結、平泉さんの初主演映画を盛り上げます。12月28日、この日が平泉さんの撮影最終日。ついにクランクアップ、ありがとうございます。いや、お疲れ様でした。今心境、まあ、正直言ってね、勤め上げられるかどうか心配だったんですけど、まあいい気持ちで元気にね、やらせていただきました。まあ、今からまだ10年ぐらいは働けそうな気がして。90まで、よかったです。90まで、佐野さんは平泉さんとの共演で学ぶことが多かったといいます。
もう距離は縮まって、その鮫島さんと太一誠さんと佐野の関係はなんか本当にカメラを教わって、芝居を教わって、人生を教わって、素敵な師匠です。岡崎では皆さんに本当にお世話になりまして、それも本当に感謝してます。まあ岡崎出身でよかったなと、久しぶりにこんなね胸が熱くなるような優しい、まあ、気持ちのいい笑顔をね、やらせていただいたなと思って、まあ、こんな嫌なあの時代ですけど、せめて映画見てね、みんな温かな優しい気持ちになっていただきたいなと思ってますんで、ぜひ映画館にね足を運んでいただきたいなと思います。